ことないでしょ、振られたこと人生で。ありますよ。うわ、あります。作り話、作り話、作り話、作り話。マジで本当です。それ付き合う前に付き合ってくれって言って、あの無理って言われました。こけたでしょ、ちゃんとこけた。いや、あの好きなんだけどって、うん、付き合ってくんねえかなみたいな感じで言ったら、付き合ってくんねえかなって言ったら、もう全然ダメです。僕はなんて、いや好きな人いるから。いえ、彼氏いるか聞かなかったんですか。聞かなかったです。うわ、モテる男は違うな、すごいな。あとそれが1ケース目で、2ケース目はそういうつもりじゃないって言われました。信じられない。そいつにあの国から指示報酬やろう。すごい、付き合ってくれよって言った。いや、言いましたよ。付き合ってくれよって。俺なんでこんな恥ずかしめ受けてるんですか。超恥ずかしいんですよ。ほんで向こうがそういうつもりじゃないって。どういうの、どういうの。ですよ。本当に。マジで。それ正直大事。いけるだろうじゃなくて、いやでもそれまでコンタクト取ってるやろ。いきなり違うでしょ、ご飯食べてるでしょ。はい、うん、でなんか意思は通じてるはずやと。いや、もうだからそろそろ言っていいかなみたいなタイミングで言いましたよ。ほんだらそしたらそういうつもりじゃないって言われて、わあ、すっげえ、超楽しい。